負けたくない仮面ブックメーカー投資の継承お疲れ様です。サンキューペット計画告です。本日はなんとワンベット。2008年のプラスでしたと。と一撃必殺。だから何十ペットするのはアマチュア。プロは黙って1ベット。嘘です。たまたまです。嘘です。アメリカンジョーク。ワシズジョークですね。はい、たまたまということで。たまたまですね。たまたまでもすごいなたまたま。 ということでえ、このたまたま一撃、たまたま、たまたま、たまたまでね、たまたまで、たまたまで、ここまで勝ち続けていることは、たまたまではないですよね。<laughs> まあ、毎日勝ってますんで、はい。もうちょっとでね、あの、負けたくないから負けてほしい。シーズン3はね、負けてほしいにするんで、今これで、 今日連続で撮ったんですけど、あと5日いつかだね。11月10日かなあ、じゃあ11月10日ぐらいで400回になるのかなはい。そう。素晴らしい。えー、今のところ、その、シーズン2は負けてないですね。シーズン2、1日も負けてないです。200回だから負けてないのかなこのままいけばあといいつかい。あと5回負けなければ。 このシーズン2は一度も負けずに終わるということですね。はい。一日ですね。一日の終始、えー、がマイナスにならず、このシーズンを終えるんじゃないかなとは思いますけれども、どうなんでしょうかね。はい。ということで、12月8日、セミナーをしますので、ぜひお越しください。イン博多でセミナーをします。はい、えー。こちらの手法、完全大暴露のセミナーをします。では、ありがとうございました。